ビーワールドカップが開催され、大分でも試合が行われます。県内のラグビー熱も高まる中、世界最高峰の海外リーグスーパーラグビーに参戦するサンウルブズが別府で合宿を行いました。サンウルブズが参戦するスーパーラグビーとは、取材は佐藤記者です。はい、こんばんは。こんばんは。さあ、その世界最高峰の海外リーグスーパーラグビーなんですが、こちらです。ニュージーランドやオーストラリア、南アフリカ、アルゼンチンなど5カ国から15のクラブチームが参戦して戦うというもので、日本からはそのサンウルブズが出場するということなんですよね。さあ、その世界に挑む日本チームサンウルブズの別府合宿を取材しました。世界最高峰のスーパーラグビーに参戦するため結成された日本のチームサンウルブズ。メンバーは主に国内のトップリーグに所属する選手から選ばれるため、日本代表クラスの顔ぶれが揃います。今月開幕するリーグ戦に向けて、サンウルブズが今年最初の合宿地に選んだのは別府市でした。ラグビーワールドカップに向けて整備したこのグラウンドに最初のチームが日本代表クラスの選手ばかりのサンウルブズということで、本当に光栄に思っています。先月28日から6日間の日程で始まった合宿におよそ40人の選手が参加。スクラムの高さやパス回しでのフォーメーションを試し、選手同士が声を掛け合い戦術の浸透を図ります。練習中、人一倍声を出していたのが日本代表のキャプテンも務めたリーチマイケル選手です。今回サンウルブズに初めて招集されました。一番やらないといけないのはチーム作りと一体感を作ることが一番重要。目指しているラグビーだいたいみんな理解できて、かなりいい合宿になってきています。サンウルブズは日本の中で最高のプロチームなら、みんなにいい試合して本当にトップ5を目指すぐらいの試合したいと思います。去年トップリーグでトライ王に輝き、ベスト15に選ばれた山田明人選手。タッチ際を華麗に走る俊足と、タックルされても容易に倒れない足腰の強さを武器に世界へ挑みます。環境もいいですし、食べ物もおいしい、でも皆さん、人の皆さんあったかいんで、非常に充実します。新しいメンバー多いんで、みんなでこう溶け込めるようにというか、みんなで一つのチームを作っていけるようにやっていきたいと思います。素晴らしい試合ができる、お見せできるように頑張ります。日本代表のスクラムハーフとしてラグビーワールドカップに2度出場している田中文明選手。身長166センチ、体重72キロと小柄な体格ながら、素早い判断力と的確なパスでチームに新たな流れを生み出します。フィジカル、スピード、フィットネス、もう全てにおいてこう激しい練習をしているので、まあ、頭を使った練習もあるんですけど、やっぱり体を鍛えて世界に通用する体を作るということをメインにトレーニングしています。日本のために、サンウルブズとして全力で戦うので、皆さんの熱い応援が僕たちの力にもなるので、本当に熱い応援をよろしくお願いします。合宿に参加しているメンバーの中に県関係の選手の姿も。日本文理大学附属高校出身のグ・ジウォン選手です。ポジションはスクラムの要となるプロップ。身長184センチ、体重は122キロと恵まれた体格で、海外選手にも引けを取らない突進力が期待されています。きつかったんですけど、まあ、いいスタートだなと思います。こんないいグラウンドあって、はい、練習できて嬉しいです。グラウンド練習は一般にも公開され、世界に通用する選手を一目見ようと連日多くのファンが訪れました。あ、ファンクラブ毎日のように来れるしこれだけ近いとね、やっぱり本当に臨場感があっていいです。本当感動してます。合宿中、選手たちを支えるチームスタッフにも県関係者が。別府市出身の坂根正隆さんは、選手の体調管理を行う
チームドクターとして帯同しています。また大分市出身の田中翔吾さんはサンウルブズの立ち上げから携わり、チームの運営全般を任されています。今回初めて地元での合宿を企画しました。いろんな合宿の候補地を検討していく中で、別府市さんがすごく熱心に招致していただいたというのと、ここの環境というのは本当に素晴らしいので、チームにとって一番いい環境で合宿できていること、またそれが自分の地元だったということはすごく幸せに感じています。初めての別府合宿に地元からも後押しが。練習場へ向かう通り沿いにサンウルブズを歓迎するパン屋があります。優勝やファイトといった応援メッセージをチョコレートで描いたパンを販売して合宿の周知を図りました。ちょっとでもね、気持ちが頑張ってくれたり笑ってくれたりとかすると嬉しいなと思って応援してますので、これからも皆さん頑張ってます。頑張ってください。練習の合間を縫って地元の子どもたちとの交流も。選手たちが別府市内の小学校や施設を訪れ交流会を実施しました。どうやったら緊張をほぐせるんですか？自分が今までどんだけ練習してきたかみたいなところになるから、今までずっと練習してきた、頑張ってきた自分を信じて、もう信じるだけかな。はい、手を挙げて、手を挙げて。おお。選手たちが児童を持ち上げてラグビーボールをキャッチさせるラインアウト体験は、子どもたちにとって貴重な経験です。今回初めてラグビー選手を間近で見た子どもたちは、ちょっと怖かったけど、なんか面白かった。高い、思ったよりも大きくて身長も高くてすごいなって思いました。ラグビーもちょっとしたくなって。一方、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチやリーチ・マイケル選手、田中史朗選手が合宿の成果を報告するため別府市役所を訪れました。ジョセフヘッドコーチは長野市長にグラウンドなど練習施設について感想を述べました。 I can't believe just how good it's been. We've had a few camps in my time in Japan. I've had a lot more camps in my time when I was a player in Japan, and the facilities that you guys have provided have beensサンウルブズが練習を行った実相寺多目的グラウンドは、別府市がラグビーワールドカップに向けて総事業費およそ3億4600万円をかけて改修工事を実施、公認キャンプ地の受け入れ要件である天然芝に張り替えるなど整備しました。ジョセフヘッドコーチから太鼓判を押された長野市長は、このグラウンドができて初めての、事実上のナショナルチームが、日本代表チームが来てくれたということが、私たちにとってはすごくありがたいことですし、このグラウンドに比べても別府のグラウンド、街はいいという評価ですので、やはり子どもたちのためにもこういう一流のプレーが目の前で見れる環境が別府にはあるということが大きなレガシーだというふうに思います。ワールドカップの公認キャンプ地としてニュージーランド誘致を計画する別府市にとっても、今回の合宿は起爆剤となったようです。ジョセフヘッドコーチのズバ抜けた環境ですというのは嬉しいですね。そうですね、選手の皆さんに聞いてもやはり芝生のグラウンドも素晴らしいんですが、さらにやはり別府といえば温泉、練習後の温泉に浸かることでまた疲労が取れて次の日のトレーニングもできるということで、かなり評判が良かったんですね。さあ、そんな選手たちなんですが、先週の金曜日に6日間の別府合宿を終えまして、現在北九州市で合宿を行っています。そして昨日チームから発表された情報によりますと、なんと明日8日から再び別府を訪れまして、陸上自衛隊別府駐屯地でトレーニングを行うということなんですよね。今後の予定は、今後の予定なんですが、サンウルブズ開幕戦、ブランビーズです、オーストラリアのチームなんですが、今月24日土曜日東京で行われます。去年わずか2勝に終わったんですけども、今回のこの別府合宿を弾みに、目標の
トップ5を目指してほしいと思います。コマーシャルの後は来年に迫ったはラグビーワールドカップの見どころを紹介します。プール C1 位対プール D2 位、大分大分スポーツ公園総合競技場。総合競技場来年日本で開催されるラグビーワールドカップ、大分では準々決勝2試合を含む5試合が決定しました。どうぞ。大会への機運を高めるため県内各地でラグビーイベントも開かれています。間近に見れるっていうのが楽しみです。みんなで盛り上げて楽しいワールドカップにしたいです。ラグビーワールドカップ2018年1月27日ついに発売開始。観戦チケットの一般販売も先月27日から始まり、ラグビー熱は日に日に高まってきました。優勝チームに贈られるトロフィーウェブエリスカップ、去年全国の試合開催都市を巡回し、大分でも試合会場となる大分銀行ドームにやってきました。優勝トロフィーの行方も気になりますが、今大分でラグビーへの情熱や期待がどう加速しているのでしょうか。ラグビーワールドカップまでおよそ1年半となりました。県内の機運が高まっています。ではゲストをご紹介しましょう。九州電力九電ボルテックス元監督で大分県大分市のラグビー協会でアドバイザーを務めている平田浩二さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラグビーワールドカップ大分開催に向けて今どんな準備が進んでるんでしょう。そうですね、スタジアムなどのハード面、あとは大分を訪れる人が満足するようなソフト面、このような 2つの面の充実を図ってですね、2019年をよりいい環境で迎えれるように各方面さまざまな準備をしてますね、細かいとこ一つ一つありそうですよね。そうですね、上げるとキリがないですよね。平田さんにはね、また大分での試合の見どころを伺っていきますが、その前に佐藤さん、さあラグビーワールドカップ2019日本大会なんですが、全国12会場全48試合が行われます。そのうちの大分ではなんと5試合が組まれてということなんですね。これは開催都市では東京、神奈川について3番目に多い都市ということで、それだけ大分で一生に一度の貴重な体験ができるということなんですよね。それではまず予選リーグの試合を見ていきましょう。こちらです。平田さん、のっけからオールブラックスですか。ニュージーランドですね、世界ランキング1位で今現在ワールドカップ、史上初の2連覇を達成したチームなんですが、3連覇も視野に入れていると思いますね。非常に期待が高まるところですね。のっけからすごいチームですね。そうなんですよね。そのニュージーランド代表なんですが、先日チーム関係者が大分を訪れました。先月30日ニュージーランド代表のスティーブ・ハンセンヘッドコーチが来県しまして、試合会場の大分銀行ドームを視察しました。この視察は非公開だったんですが、ハンセンヘッドコーチはグラウンドの芝生の状態や選手が使用するロッカールーム、またシャワー室などを確認したということです。スタジアムは非常に同じです。All around the world, good stadiums are good stadiums, and clearly we want to come and win it. We have the ability to be able to do that. 平田さん、世界一のニュージーランドを率いるスティーブ・ハンセンさん、どういう方なんですか。そうですね、選手からの信頼が非常に厚いですね。で、2012年にヘッドコーチに就任したんですが、彼が就任して以来ですね、52勝3敗、勝率 90% 残ってるんです。信頼も厚くなりますよね。で、佐藤さん、このニュージーランドの相手ですが、今年の11月頃に決まるということで、これで全てのチーム出揃うということなんですね。さあ、そして予選、こちらも注目ですね。オーストラリア対ウルグアイ、オーストラリアも強豪ですよね。そうですね、世界ランキング4位で、昨年の前回大会では準優勝ですね。で、1999年以来
20年ぶりの優勝を狙っていると思います、はい、で昨シーズンはですね、世界ランキング1位のニュージーランドに勝ってますので、まあ、チーム状態も非常にいい状態で2019年迎えるんじゃないかなと思ってます、はい、注目です。予選はともう一試合、はいはい、最後の組み合わせはこちらです。うわ、オリンピック金メダルが出てきました。そうですね、これはあの個人的に私が一番注目している対戦ですね、カードですね。もともと実力は拮抗していると思うんですが、ウェールズがですね、先週もですね、ランキング世界ランキング5位のスコットランドに、まあ、34対7と快勝してるんですね。そんな差ついたんですか。はい、おーおー。で、もうフィジーはですね、フィジアンマジックといってですね、もう分かってても止められないと変幻自在なラグビーをしてくるんですね。それで金メダル取りますよね、はい、なんであの国を挙げて強化をしてますので、2019年もですね、非常に勢いを持って来るんじゃないかなと思いますね。非常に面白い試合になると思います。で、嬉しいことに予選だけじゃない。そうなんです、ね、大分では準々決勝が2試合行われます。これもまた楽しみですが、どうなるでしょうね。そうですね、準々決勝が組まれたことにびっくりしてますが、まあそうですね、もうここ私が勝手に予想するとしたらですね、はい、まずはイングランド、世界ランキング2位のイングランド、対戦相手が、まあ、7位のウェールズで、その下がオーストラリアですね、4位のオーストラリアで、対戦相手がちょっとわからないんですけど、9位のフランスか8位のアルゼンチン。ということは、大分にトップ10のチームのうち何チーム来るんだって。もう間違いなく6カ国は来るということです。見たいです、ね、その注目の観戦チケット現在販売中です。現在販売されているのはこのチームパックとスタジアムパックの2種類となっています。こちらの申し込みは今月12日の月曜日までとなっているんですが、さらに通常チケットは今月の19日からの発売となります。このチケット購入には日本ラグビー協会公式ホームページなどから ID 登録が必要となるんですが、もう見逃せない試合がたくさんありますんで ね、 ですよね、はい、まずは、ね、ID 登録をしていただきたいと思います。で、ラグビーワールドカップの前に、はい、また楽しみな試合があるんですよね。そうなんです、びっくりした、ね、ニュースが飛び込んできました、はい、こちらです、はい、国際試合の日本代表対イタリア代表の試合が大分で行われるということなんです、うんうん、これはどんな試合になりそうですか。そうですね、イタリアはですね、これを見ると、ね、世界ランキング14位で、まあ、日本より下なんですが、過去日本代表とイタリア代表の対戦成績がですね、はい、まあ、6戦して、うん、日本代表は1勝しかしてないんです。そうなんですか、はい、でイタリア代表は先週世界ランキング2位のイングランドと試合をしまして、後半途中まで、互角の勝負を繰り広げていたんですね、なので決して侮れないというか、でまたこの試合の勝敗がもうワールドカップへの期待に、日本代表の期待につながる重要な試合になると思います。何よりも大分で日本代表が見られるんですよ ね、 ですよねじゃ最後ですね、はい、平田さん、これからですね、ラグビーワールドカップに向けてどのような取り組みをされるか教えてください、はい、そうですね、まだまだワールドカップの、ね、認知度を上げていく必要があると思っています。今後ますますさまざまなイベントとかを通してですね、大分全体をですね、盛り上げていって、県民の皆さんと一緒に2019年を楽しめれるように、迎えれるようにますます活動していきたいですね、はい、ここまで解説は九州電力九電ボルテックス元監督で大分県大分市ラグビー協会アドバイザーの平田浩二さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。